ホワイトソックスが日本時間3日、ツインズに2対10で敗れ、18連敗を達成した。7回まで接戦を演じたが、8回にウィルソンとベロワが計6失点。これで球団ワーストの連敗記録を更新し、シーズン100敗も視野に入っている。この連敗は2021年のオリオールズ19連敗以来で、年間最低勝率更新の可能性もある。監督のペドロ・グリフォルはオールスター後に、球界最悪のチームかもしれない。最低勝率になれば、お前らはその一員として記憶される、と発言。モチベーションを上げる意図だったが、一部選手からは反発もあったという。ロッテ超えやん。超えろ千葉ロッテ。ロッテファンのアイデンティティ崩壊。ひどすぎて草。また負けてて草。来年はソフトバンクと入れ替えやな。今シーズンこれとは別に14連敗してるからな。マジで異次元。これでもまだメジャー記録ちゃうんやろ。監督が選手のせいにしてて草。ブラック企業かな。ロッテもにっこり。トレードされたバルガスかわいそう。こんなありさまで黒字売らなかったアホ球団。お前はメジャーの千葉ロッテマリーンズ。これでも NPB に入ったら余裕で優勝するという事実。ほんの数年前までは、ア・リーグ中地区で王朝を築くと思われていたという事実。マジでマチャド行かなくてよかったな。チームがバラバラじゃねえか。八百長やろこれ。西武と戦ってほしい。ホワイトソックスは17連敗から脱出した。それは18連敗をしたからや。こいつはガチで史上最悪の監督だよ。ソフトバンクより弱いやろこれ。中日ドラゴンズより弱そう。NPB オールスターならさすがにホワイトソックスより上か？日本にこいつらが来てもそもそも最下位レベルやと思うで。ホワイトソックスの選手レベルは日本には来ないぞ。メジャーでも負けてたら監督のせいにされるんか？ここまで来たら 100% 選手のせいだと思うけど、